お世話になります。ひとりでございます。かなり前に手持ちを魔法ミル6体にして回転したら同時進化するかという検証をやりました。結果は1匹ずつ進化のシーンが流れますが、タイミング的には同時に進化し、全部同じ見た目の魔法イップになりました。で、魔法イップは進化する際に朝昼もしくは夜かによって見た目が変わります。では、同時進化している最中に時間帯が変わったらどうなるのでしょうか。回転した際の時間帯が適用されて全部同じになるのでしょうか、それとも進化する瞬間の時間帯が適用されて別の色になるのでしょうか。気になりますよね、という趣旨のコメントをいただき、私は気になりすぎてこの世の中に存在する全てのホイップクリームが魔法イップに見えてしまい眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は複数体の魔法ミルを昼から夜になる瞬間に進化させたらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまずやっていきたいんですが、まず前提として魔法イップは時間帯だけでなくて回転する方向と時間の長さによっても種類が決まってきます。ですので回転方向は時計回りで長さは短いで統一して今回やっていこうかなと思います。例としてやるとまあこんな感じでやって、まあ、回転をすぐやめるみたいな感じですね。これ多分短いになってるんじゃないかなと思います。で、時間帯については朝昼と夜の2つにこう分かれていまして、で、朝昼は6時から19時59分までで、20時から5時59分までとなっております。で、まずまあそれを前提としてですね、検証する前に朝昼の枠だとまあ何色になるのか一応確認しておきたいなと思います。で、時間確認しておきますと、今右上に表示されているところを見ると12時20分となっておりますので、完全昼枠ですね。まあ昼は完全に明るいんで、まあそれだけでわかると思いますが、攻略サイトによると朝昼に時計回りで短い回転をするとミルキーバニラの色になるみたいですね。で、飴細工はまあ一応ね6体用意してるんで同じのを使いたいんで、まあスター飴細工でいっか、どうせなら。はい、ここで持たせて1体だけでねまずやってきます。はい、じゃあ時計回りで短くやっていきましょう。回ったらすぐ離すみたいな感じでやればこれ短い設定になってるんじゃないかな多分。はい、これで進化していく。はい、何色になるかな。これは多分ミルキーバニラなちゃんとなるよね、さすがに合ってると思うやり方も。はい、これで来てくれよ。はい、あ、これ多分ミルキーバニラで合ってますね。このさ、サーメザイクの目すごいっすよねなんかウの目みたいな。で、こいつ見てみると、まあこれ多分ねちゃんとミルキーバニラっていう色になってるんじゃないかなと思います。まあとりあえずこの見た目なんでね、見た目が一緒だったらいいんで、まあ覚えておいてください。はい、じゃあ一応夜もねやっときたいなと思います。まあこっちの設定でですね、時間変えていきましょう。時間はオッケーと、まあこれ思いっきり年もずれてるけどね、ちょっと年戻しといて日付も戻しておきましょうか。で、時間は夜なんで20時でいいかな、ちょうどでいいと思います。はい、20時で、戻りましょう。ちゃんと右上20時と表示されてますので、これで戻るとはい暗くなってますね。ちゃんと砂嵐までついてると。はい、じゃあこれで魔法ミルに持たせていきましょう。スターメザイク持たせていきますと。はい、じゃあこれ で夜も時計回りに短く回転していきますと。で、これでミルキー抹茶っていう色になるみたいですね。やっていきましょう。はい、パッと終わらせてストーンということで進化するよね、さすがに。ちゃんと進化してくるよ、頼むよ。ここでそもそもつまずいたらダメだからね。はい、これで、あ、これなったんじゃん、ちゃんと。ただちょっと分かりにくいね、ここだとどうなんだ、なってるかな、多分なってると思うんだけど。あ、ちゃんとなってますね、これ合ってると思います、おそらく。まあとりあえずこんな色だってことを覚えておいてください。はい、じゃあこれで時計回りで短く回転すると、朝昼はミルキーバニラで夜はミルキー抹茶と分かったかと思います。じゃあこれをね前提として朝昼枠内で回転を終了させて複数体進化やっていきたいなと思います。で、まずはですね、はい、スターメ細工を全部に持たせていきますと。はい、これで完了と。で、時間帯についてはこっから迅速にやらないとダメですね。なので喋ってる暇ないんで、日付と時刻でここで20時でちょうど、枠が切り替わりますから、19時59分かな、それで回転して、でちゃんと19時台で回転を終わらせる。まあこれ勝手に終わると思いますけど。で、そしたら1体目ではほぼ確実に、ちゃんと19時台に進化して、多分2体目ぐらいでね20時に、突入すると思いますので、ちゃんとね余裕持ってできるんじゃないかなと思います。もし最悪ね3体目もいるので、さすがに3体目ではね20時まで行くと思いますので、じゃあこれでやっていきましょうか。 OK で迅速に戻れで、ここではい回転してきますよ。回転短く右回転
はい、これで、はい、ストーン。はい、これで短い、はい、回転、朝昼枠。まあ、ここはね、普通に朝昼にならないとおかしいですよね。そうならないとおかしいのは知ってるので、はい、ちゃんとこれは、あれですね。ミルキーバニラの色ですね。それで2体目。あ、ここもう過ぎてるかな、どうかな、どうかな、わかんないけど、ワンチャン過ぎてる可能性もある。はい、これどうなる、ここ重要だよ。重要だよ。はい、ここは重要で、あ、一緒っすね。ミルキーバニラ色だ。まだ。あ、だから、次、ちょっとここ、ちょっともうちょっと時間つこう。たっぷり。ちょっとステイ、結構しときましょう。それで、ここで見ればいいんだ、そういえば。あ、ここでちゃんと20時になりましたね、今。はい、なんで、こいつはダメだったわ、そもそも。何を反応してんだっつう話ですけど。はい、じゃあここが重要。重要ポイント。はい、20時過ぎてるから夜ですよ、これ。夜に進化するとどうなるか。はい、どうなる？どっち適用？どっち適用？はい、適用が、されてんじゃん。されてんじゃん。マジか。これちゃんとあれっすよね、違いますよね。ちゃんと後で見ましょうけど、でも明らかに見た目違いますよね。いや、これはすごいわ、マジか。じゃああれなんだ、これって回転する時間帯が重要なんじゃなくて、進化する時間帯が重要っていうことだね。適用されるものが違うんだ、これ。マジか。じゃあこれ攻略サイトとかも結構丁寧に書かないとダメっすね。進化する瞬間の時間帯が適用されるということで。うわ、これはかなりの豆知識じゃないでしょうか。いや、すごいね、ちゃんと緑になってる、みんな。いや、すごいわ。じゃあ一応ね、見ときましょう。あー、やっぱ変わってますね、ここで。ここでちゃんと変わっている色が。すごい、わかりやすくなってますね、これ。すごいわ。っていうことは、もう一つ事実わかりますね。回転中にもし、昼から夜になった場合って、どうなるかわかんなかったと思うんですが、これ進化する際が重要なので、なので別に回転する時間帯はね、やっぱ重要じゃないんで、夜のものに進化するってことですね。普通に朝昼から回ってたとしても、長く回るとかさ、短く回るとか基準があんのに、時間帯だけは進化する瞬間ってね、不思議だね。ということで、検証結果、複数体のマホミルを昼から夜になる瞬間に進化させたら、進化する瞬間が昼なら昼の、夜なら夜のマホイップに進化するでした。これははっきり言ってめちゃくちゃ驚きました。攻略サイトとか見る限り、一見すると回る時間帯がね重要だと思っちゃうんですが、進化する時間帯が重要だってことですね。まあ普通の人はそれが一緒なんですけどね。ただこういう結構際どいことをやったりする方は、十分に注意してやらなくてはなりませんよね。でもそれにしても、その以前の検証動画で完全に同時進化ってことが分かってたのに、実際はこれ厳密に言えば同時進化ってことではないってことですね。本当に不思議な世界になってますよね。今回の検証結果ちょっと不思議すぎて、私がいつも使ってる魔法イップさんになりましたわ。